とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もソロ攻略やっていきたいと思います。ちなみに、装備品はこういう感じです。ビッグアーティスト、ハイヒールバロネス、ニャックルパンチ。で、生身メダルと、ギョギョット棒、コスモフロンティア、ガッチガチバンテージを3つ、と、ローストビーフと海鮮丼です。ニャックルパンチが、人間の時の攻撃力が 60% アップ。で、ビッグアーティストと、ハイヒール。これで、自分のステータスを上げていくっていう感じだね。まあ、これで、変身禁止クエスト、行くよ。今日行くところが、これ、極大蛇の腹は憎しみに染まる、です。では、早速、行きましょう。それでは行こうか。この4体いるクエストは、マジで難しいんだよね。で、ここ特に結構難しい方と思う。倒し方のね、コツだけど、まあ基本的に一人では来ないこと。うん、一人では来ない。と、あとはなんだろうな。孤立させるっていうのが重要かな。あ、危ねえ。孤立させる。で、順番としては、できることなら、ブルームーンと千秋先輩を早めに倒すといい。おお、フィニッシュスイング、効果消えた。やばい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 。まあ、とにかくこう孤立させるっていうのが重要かな。ここはやばで、攻撃は確実に避ける。結構効果がね、長いやつがあるのよ。そういうのには要注意。で、ブルームーンのマインドトラベルがきつい。マインドトラベルはきついのよ。普通にね、自分が使うときには、マインドトラベルってもうほんともうアホみたいな技なんだけど、敵が使うとね、鬼のような強さだもんね。どうしようもなくなるもん、あれ。オッケー。危ねえ、あー、食らった。で、回復はしっかりと。やってバフをかけていこう。ちょっとでもね、ダメージを減らしていかないといかんからね。よし、やばいやばいやばい。基本孤立してるところを狙っていく。うわあ、ちょい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 。オッケー、そろそろ倒れてくれ千秋先輩。マインドトラベルまだか。危ねえ。オッケー、ブルーストリーム危ないよ。マインドトラベルすんな。オッケー、バフをかけて。危ねえ危ねえ、ムチムチムチ。よし、千秋先輩そろそろ倒れるか。オッケー、倒した。危ねえ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 、マインドトラベルやばいって。マインドトラベルはやばいですよ。オッケー、あぶね、あぶね、あぶなー。あとデバフね、注意するとか。バイパーは HP 高いから基本最後がいいんだけどね、なかなかブルームーンが孤立してくれない。よしよしよし、オッケー、今チャンス。やばい、アイシクルウィンドウ食らうとやばいよ。あー、マインドトラベルすんな。はい、来て。おー、危ねえ危ねえ。よし、ブルーム、マインドトラベルきつい。オッケー、王者のブロー邪魔はさせねえ。しゃ、あ、きついきつい。しゃ、そろそろブルーム切れたか。オッケー、よし、マインドトラベル、マインドトラベル絶対食らっちゃダメよ。
あれ食らうとマジで動けなくなるから超ダメージ、もうむしろ死ぬかもしれない、あれ食らっちゃうと。よし、ブルームーンから、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、孤立させる、孤立孤立、もうマインドトラベルしてるやん。どこいる？ブルームーンいた、しゃ、オーケー、マインドトラベル、そればっかすんな、オッケー、おお、おい、ちょいちょい、そろそろいいか、ブルームいいね、いいよ、やばい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 、ここでマインドトラベル、こう、あぶねえ、危ないよー、 TG ブラスターやばい、いやー、ちょっと待て、なんで取った、もったいねえ、よっしゃブルームーンいった、ブルームーン倒すともだいぶ楽だね、でもここでね安心しちゃダメ、この2人があとは硬いんだ、硬いし、あと T ダインの技がかなり広範囲なんで、そこを注意していこう、あー、かっけえな本当に、これもう本当かなりね攻撃力爆上げしてるんだけど、硬い硬い、よし、あー、ガチで殴り合っ、ダメだ、ガチ殴り合いはちょっと勝機が薄いね、王者のブローやめろ、なぜ、まあやばい、回復しっかりしようね、よっしゃ終わり、あと1体、もう1対1になったらもう大丈夫、1対1になってしまうともう大丈夫だわ、しゃあ、おい、勝てえな、相変わらず、よし、もう終わりだ、終わらせましょう、あ、ただ必殺技食らうと即死の可能性もあるんで、必殺技はしっかりと避けないとね、どこいる、おい、あー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 、ワンパン、いやー、あれ油断したマジで油断した、てかクリティカルなしであのダメージやばいでしょ、でも終わりだ、おクリティカルだったら1万超えるんじゃないの、いや絶対超えるね、1万以上のダメージってエンマぐらいからしか食らったことなかったけどね、普通に食らうんだな、よしもう終わり、いやでも最後の最後なんかね一発逆転みたいなのしてきそうで怖いな、お前怖いな本当に、よしもうちょい、よっしゃー、いやあ、ワンパンされたな。でも、まあ倒すことできました。今回の方が早かったな。うん。今回のは5分ちょっとで倒してるけど。いやあ、辛い。辛いよ。マルチでやったがいいね。うん。まあ自分でちょっと挑戦してみるってもいいと思うけど、まあ、確実に倒すんだったら、マルチでやろう。かなりきついよ。はい、ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいやー。